スコータイの歴史上の町と関連の歴史上の町は、タイにあるユネスコの世界遺産。タイ政府の歴史公園法により整備された3つの歴史公園が登録されている。スコータイの町は小待族であるシー・インタラーティット王により、スコータイ王朝の都として建設がなされた。この王朝は、ラームカムヘーン王の時代に大きく発展し、東南アジアの一大国となるが、その死後、 勢力は衰え、アユタヤ王朝が立つ頃には、小国になり、アユタヤ王朝の属国の時代を経て、アユタヤに吸収された。スコータイ王朝には、数々の主要都市があり、このうちのいくつかが廃墟になりながらも現存している。それらの中には、スコータイ同様に、世界遺産登録されているものがある。80年代初めにスコータイと関連する。 歴史公園3つが相次いで大の文部省に登録された。その後文部省はこの遺跡をユネスコに推薦し、1991年に世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。これに対して国際記念物遺跡会議は以下の趣旨の理由をつけた。ありがとうございます。